今回は綺麗な襟の閉じ方です。一緒にやってみましょう。とおはようございます。今日は、留め袖の襟をねやってみたいと思います。これ55センチとそれから、40センチの、包装紙です。包装紙をね、はい、半分に折ります。はい、そうしましたらここね切っていきます。はい、切っていきました。これ2枚あります。はい、こちらですね。そうしましたらですね、まず襟です。はい、この襟、これ中心ですね。はい、そうしましたらこちら包装紙はツルツルの方とザラザラの方があります。今これ2枚です。はい、2枚です。2枚重ねました。はい、重ねてザラザラの方を使います。はい、まずはい、ここ90度になるように折ってください。はい、そうしましたら、はい、ここ合わせます。はい、ここで綺麗に5ミリ手前、5ミリ手前です。はい、5ミリ手前に折りました。はい、こちらも、はい、5ミリ手前に折ります。はい、こちら揃えます。はい、そうしましたらこの真ん中を、はい、決めます。真ん中決めました。真ん中決めましたら、はい、こう持ってきまして、はい、こちらからよっ、はい、5ミリ手前です。でここで1センチの、はい、三角錐を、はい、取っていきます。はい、これいらないね、これでしょ。はい、ちゃんと綺麗に折ろう。中にこう折ります。ここで折ります。はい、ここそしてラウンドさせてください。はい、そしたらここに中心に当てます。はい、そうしましたら次ですね、はい、こちらです。ザラザラの方をね表に使えるようにして、はい、2センチ、はい、そしてここが4センチぐらい、はい、そしてここに広げておきます。ここがだいたいですね、折ったところが4センチ。はい、ここが 6.5。 はい、そしたらこちらをこのように折っていきます。はい、そしたらこの2つのところを戻して、はい、またここで5センチ、はい、このように折りました。反対側もですね、はい、ツルツルの方を中にして、はい、2センチ。今度はねここと揃えます。はい、折ります。左右が一緒になるように折ってください。はい、戻します。はい、ここで折り下げます。で入れます。そしたらね、こちらの輪になってる方がこんな感じになってね、こんな風になって入ります。でここに中心、はい、ここ入れます。ここですね、ここに入れます。はい、こちらも入れます。はい、ここの中心はずれないように、ここが中心です。じゃあこことここに待ち針を打ちます。ここからですね、これ襟肩開きのところですね、脇から引っ張ったところ、はい、ここから引っ張ったところ、襟肩開き、この襟肩開きのところとこれを持ちましてですね、はい、ここでですね、はい、指一本このように入るように緩ませてください。
ここですね、ここに。襟肩脇のところに、だいたいこの中心のところから 7.5 ぐらいだと思うんですけどね、9センチ、この9センチのところに指1本です。はい、こちらもですね、はい、こことここまっすぐ持ちまして、はい、緩めまして、指1本入る感じですね。はい、襟肩脇のところ、そうしますと、この中がラウンドした時に綺麗になります。はい、じゃあこちらをね、止めていきます。はい、それではですね、ここから縫っていきます。はい、襟肩脇から、はい、5センチぐらい入ったところを、この指1本ね、入れたところが大事です。練習率でね、いくとね、ここ動かないように縫っていきます。そしたら、こうラウンドしてもらって、このまま、こちらをずっとこう持ってきまして、はい、そしたらね、今度は、この待ち針のところを飛ばしてください。縫いません。やるのとやらないの、中を緩めるのと、ね、緩めないので、ずいぶん仕上がりが変わってきます。はい、そしたら、ここね、入ってるところに、こうして持ちましたら、ここはラウンドしてるでしょ？はい、そしたらあとはまっすぐです。待ち針のところは3センチから5センチ縫わなくても大丈夫です。ここまではぴったりぴったりで、はい、縫って伸びておきます。はい、ではこれを取りまして、縫って。すごいって、これ大事ね。この中をぐーっとこして、ね、手をちゃんと洗って、当たり前か、はい、こうして、よいしょ、はい、こうして、はい、はい、これ下準備、これだけしていくと綺麗な襟ができますね。が歪まずに綺麗なラウンドができました。はい、でこのままでもいいんですけど、はい、今度落としまして、はい、この、はい、取り付けのところから持ちまして、はい、ここからこう広がってるでしょ、ここ。そしたらこことここを止めていきます。はい。によって襟が留め袖なんかの時にね、土台が反対側も
ってみましょう。はい、こうですね。はい、どうですか。こうしてしごけば、この和紙がどんどん襟先に当たって、綺麗な襟ができます。はい、反対側もね、やっていきますね。はい、こちらですね。はい、じゃあ今度反対側。ここもね、はい、この襟付けのところ、ここですね。ここに和紙が広くなった分を合わせます。はい、そうしましたら今度こちら側からで結構です。こうして縫っておきます。ここは粗くて結構です。はい、これで襟ができました。こちらもね、よーく中をしごいて、この和紙が襟先にぴったりくるようにしておきますと、後の着付けの時の襟が硬くて、留め袖を乗せた時もしっかりしてますね。はい。留め袖で、よいしょ。はい。留め袖の時にね、こうやってふわふわって柔らかいのはちょっときついかな。小紋なんかはいいんだけどね。はい。っていうことで、重い着物を乗せる時、花嫁さんとかですね、そういう時はこのように襟をしっかりと中をしごきますと、本当に綺麗な襟ができると思います。はい、それではね、このように、ほら、襟ができましたね。はい、着ていきたいと思います。今回は包装紙を使った広襟のプロの襟閉じの仕方でした。ぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。